えー、ニック高橋さんの賠償金騒企画、よく話まとまりましたね。別に何もまとまってないですよ。<laughs> 去年ぐらいから、なんかそういう企画やりたいって言われてたんですよ。あの、高橋さんに。で、いやいや、無理じゃないですか。あ、それね、あのね、安倍までやりたいって話だったんですよ。で、いやいや、無理じゃないですかっていうので、でひろゆきさん的にありですか。た別に全然ありでいいですよっていう話で、で、それがなぜか通ってしまって、で、安倍までやるっていう話で動いてたんだけど、まあなんかいろいろこう、 スケジュールの調整とか企画のなんかあのサイズの問題とかがあって、やっぱりなんかリハックにしますみたいなことになったんですけど、なので別にあのま、まとまるも何も前から別に OK っていう。であの、なんか皆さんご存知ないかもしれないですけど、あの僕ツイッターでその賠償金持ってる方連絡してくださいって一回書いてるんですよね。でね、全然ね、あの、返答来ないんですよ。 なので、なんか払ってほしい人って実はあんまりいないんじゃないかなっていうのがあって、で、僕の予想だと多分3、4人ぐらいが来るかなっていうぐらいなので、なので別に大した額じゃないんですよね。あの、じゃあ、えーと、ひろゆきが払うべき、えー、その、判決の金額はいくらだと思いますかはい、どうぞ。あ、これ一応僕が払いますね、はい。 要は、あの、判決文、なんか、あの、その、こう、なんか、何万円払えみたいな判決の、なんか、総額はいくらだと思いますか総額ねあの、一件じゃないよ。全、全部合わせて。今まで僕が、その、なんか、いろんな裁判所で訴えられて、で、そこの、あの、判決の出た金額がいくらぐらいなのかこれね、結構ね、あの、正解は、近いのはこれくらいじゃないかって前に言ったことあるんですけど、あのね、割とね、皆さんね、あの、間違った数字を言うんですよ。 多分ね、僕の予想はね、この2000万から3000万なんですよね。あのー、その、番組に行った時に、面白い話を持ったんですよ。僕面白いから。<laughs> なので、判決分というのは2000万から3000万くらい多分ありますよ。まあ、基本的にはね、1件が、だいたい100万円とかで、で、高くて3、400万円、3、400に行くことはあんまないかな。だいたい100万円台とか200万円とかで、で、それがじゃあ、こう、何件やるかっていうと、多分ね、10 10件、20件、30件とか、多分そういう感じじゃないかなと思うんですよね。で、じゃあ、その、ただそれが一切払わない状態で、で、あの、ほっとくと、関節強制というのが発生して、で、それが1日5万円という関節強制っていうのがあるんですけど、で、それが仮に10年間払ってないと、1日5万円が、まあ1年間で355円で1500万。 で、それが10年だから1億。で、それが30件ぐらいだったら30億円だよねっていう、あの、面白がって持った金額があるんですよ。で、その30億っていう持った金額が、あの、なぜかこう世の中出まっていて、あの、結構みんなそれを言ってて、で、あの、たまにね、弁護士の人も言うんですよ。あの、弁護士の人って、まあ、こういう判決だったら大体その損害場所いくらだよねって相場を知っていて、なので、その、 30億の判決なんか出るわけないよねっていうのは知ってるはずなんですけど、なぜかひろゆきに関しては30億だっていう風に言ってる人とかいて、なので、あの、別にこう、そんな大した額じゃないよねえっと、なんかその、なんか2チャンネルの話がたまに出てくるんですけど、あの、そもそものその、えっ、ー、と、2チャンネルでじゃあ賠償金がなんか4億だったり何十億だったりっていう話があるんですけど、そもそものもあれ、僕、悪いと全く思ってないんですよね。 あの法が間違ってたよねっていう派閥なんですよ。まあもともと今の、あの日本って今の場合、プロバイダー有限責任法案っていうのがあって、その場合、ヤフーでも、じゃあ、ミクシーでも、あの Twitter でも Facebook でもいいんですけど、何らかしらのじゃあその名誉毀損的な行為が起きました。で、その時は、サイトの管理者が知らなかったら、一切責任はありませんっていう、プロバイダー有限責任法案っていうのがあるんですよ。で あの僕が2チャンネルやったう時その法案がなかったんですよ。なので例えばじゃあその誰かが「ヒゲオヤジはクソである死ね」とかって書いたとしてで僕は一切知りませんでした。でそこでヒゲオヤジはあのクソである死ねって書いてありますよって裁判を起こされると僕100%負けてたんですよ。 っていうのが元々プロバイダー責任法案のない時代で、で、アメリカとかってそういう法案があったので、あの、何の問題もなかったんですけど、日本はなかったんですよ。で、さすがにこれまずいよねっていうので、法律が変わって、あの、管理者側が知らない場合は問題ないですよ、と。 で知っっててから対応すれば別にあの管理者の責任は取りませんよっていう法律ができたんですよなのであのそれ以降に関しては、ほぼ別に裁判起きてないんですけど、ただ、それ以前に裁判っていうのがありましたと。で、だから僕、それに関しては、何か悪いっていうのもなくて、うん、法律が間違ってるよねっていう派閥なんですよ。で、ただ、裁判の判決が出る、要はその法律が間違ってたとしても、裁判っていうのは、その時にある法律で判断しなければいけないので、 なので判決は出ますと。で、判決でじゃあお金払ってくださいっていうのが出るんですけどあの、ただお金払ってくださいという判決が出るのと、お金を払わなければいけないという法律もないんですよ。 要はその、元々プロバイダー有限責任法案がないっていう状況で、そもそもじゃあ、その僕にその責任があるようなのがおかしいよねって思うように、その判決が出た場合にお金を払わなきゃいけない、払わなければいけないという法律もないので、僕もそれどうかと思うんですけど、まあ、少なくとも、あのどんな変な法律だとしても法律に従うべきである。というのであれば、僕が負けたというのは正しい。 ということは、どんな変な法律でもそれに従うべきであると言うのであれば、僕が払わないというのも法律上ありなんですよ。なので、モラルで考えると、そもそもの法律が悪いよね。だから僕別にそれが、あの、良い悪いっていうモラルでは悪いとは感じてません。で、ただ、法に従うべきである。で、法律が全てである。で、あると、あ、法律が全てだから、じゃあ僕は払わないという法のもとに認められた行為をするよね。 っていうだけの話なのでなのでいまいちそのあの悪いという感覚とか法を守ってないという感覚がないんですよね法を守ると払わなくていいしでモラル的に言うと別に悪くないよねっていうそういう感覚なんですよね、まあ、あの理解してもらえるとは思わないんですけど、はい、一説によると僕その損害賠償,の,あの,損害賠償の,その裁判所で確定した額で数十億円ぐらいあるらしいんですけど基本全部時効なんですよ。 僕が知る限り、まあ知らないところでなんかあんのかもしれないけど、なのであの数十億円を全く払わなくていい状態になったんですよ。で、まあ逃げたわけですよ。<laughs> で、僕が逃げた結果、逃げたっつっても払わなかっただけなんだけど、何で逃げれたか教えて。えっと、まず債権者が請求してこない限り払う必要ないんですよ。で、払うと払った瞬間から時効が伸びちゃうんですよ。 例えば10年の時効の借金がありますと。で5年目で1回払うとまた10年伸びるんですよ。なので絶対払っちゃいけないです。<laughs> こ,こんなアドバイスしてもしょうがないんだけどさ。であの取られてもいけないです。差し押さえされると伸びちゃうんでなので差し押さえをされるような財産を持たない不動産を持たない車を買わないで給料を取らない。 っていうのをやると取りようがないんで、勝手に時間が過ぎるんですよ。で、あの別に賃貸のマンションに住んで家賃払ってで、あの自分の給料が2。3万円以下だと差し押さえもできないんですよ。なので、自分で会社作って2。3万円以下の給料にして家賃払ってっていうので。 でそのどうせお金あるんだろうみたいなのでたまにその差し押さえをする執行官っていう人が裁判所から来るかもしれないですけど生活に必要なもんって差し押さえできないんでですよでえっとね堀江さんが差し押さえを受けた時に持ってかれたのがテレビと三味線って言ってたかな,なんか、ね、沖縄のすごいいい三味線と大型テレビだけ差し押さえになったのよ。でそれ以外差し押さえになってないのよ。 あの六本木ヒルズに住んでいる堀江貴文さんの家にあるさまざまなものが差し押さえにならないんですよ。<laughs> いいソファーとかあったんだけどさあのねその程度なのよ。なのでで PC はね仕事で使うって言えば差し押さえになりません要は生活に必要なもの業務に必要なものを差し押さえにならないんですよ。だから自動車が結構微妙なラインで仕事自動車で使いますって言うと差し押さえにならない場合もあります。これ別にあの あの必ずそうなるってわけじゃないんであくまで現場の執行官の判断次第の部分もあるのでなのでじゃあその冷蔵庫とか電子レンジとか布団とかベッドとかまあその大型テレビじゃなくて普通のテレビとかクーラーとかは差し押さえになりません。 で、じゃあ音楽やりますっていう人だったらそれが業務ですって言えばギターとかピアノとかそのエレキなんかエレクトーンとかも業務で使うものっていうのも大丈夫こたつ持ってかれません。<laughs> あのね転売価値がなないいものは基本持ってかないんですよ。例えばさ他人のこたつってさいくらで買うのよ。 で堀江さんの三味線もなんかねあのその猫の皮とかで一応ちゃんとしたやつだから多分高いと思われて抑えられたんだと思うんだけど基本的に転売価値のないものって差し押さえても逆に損しちゃうので差し押さえにならないんですよ。で,でも僕ねね結構1回だだけなんだよ、ね、っていう感じであの借金ってねえっ、ー、と民間の借金は知らないよ。僕あの民間のお金金貸しかからら借りたことはないから あのその裁判所が認めるその裁判官だったり執行官だったりのレベルの,あの差し押さえってすげえ余裕なんだよね。その制限としては車が買えないマンションが買えない。でもさどうせ君らマンション買えないから一生 <laughs> あの。そのまま普通に生活しててマンション買えると思いますこのの平日のさ 10時55分にさ働かないでコメントを書いてるあなた方がマンションを買えるような生活になれるはずがないじゃんなので基本一生マンションは買えないものなんでもうマンション買えないとかって制限じゃないのよ普通「<laughs> 親が買えます」とかね「あ買えるわマジかそんなに褒めるなよ」はいはい <laughs> 軽自動車差し押さえられたんだよな僕ね自動車買ったことないんですよ買ったことないんだけど差し押さえられたっていう情報だけ流れました 親の遺産で家建てたあそうそうあのねあの今回は賠償金問題についてて話してみましまた2001年ぐらいから裁判があって僕がフランスに来たのって2015年なので基本的に日本にいる間に大々全部時効になってるんですよね。時効のために海外に行ったっていうふうに言われがちなんですけど実は日本にいる間に時効を迎えてるっていうことなんですよね。 なのでよく僕が海外に逃げたっていうふうに言われるんですけど実はそうじゃなかったりします。それでは今回の動画は以上となります。チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。お疲れ様でした。